皆さんこんばんは。秋田方師匠の石丸真二です。声聞こえてます？大丈夫？聞こえてるっぽい。こんばんは。はい、大丈夫ですね。よし。本日も秋田方ミートアップオンラインをご視聴くださいまして、誠にありがとうございます。それでは今日もよろしくお願いしまーすっていうやつ、わかりますか？知らない。よろしくお願いしまーすという名台詞を、しっかり予習して、素晴らしいですね。はい、サマーウォーズのあれは主人公だから、ケンジかな？はい、ケンジですね。で、酒井おばあちゃんが言ってたのが、一番いけないのは、お腹が空いていることと、一人でいることね。はい、予習復習を欠かさないようにしてみてください。さて、今日ですね、まず一番最初に、スパチャの話をさせてください。前回もこの振り返りをね、したんですけども、と赤スパを攻めて拾いたいと言いながら頑張って、たんですけども、やっぱりですね、前回も漏れが出てしまいました。本当にすいません。で、特に田中翔太さん、今日は見てらっしゃるかな、ね、皆さんの方がね、気づいてくださって、お祝いメッセージをね、バンバンしてくださったんですけども、はい、ご出産誠におめでとうございます。母子ともに健康ということだったので、とても安心しました。すごく嬉しく思います。だから、隣町というふうに書いてくださったので、隣だから、三好か広島市なので、はい。ね、もうちょっと経ったぐらいに、いつかまた遊びに来ていただければと思います。それで、他のところで、スパチャをですね、読めで、というね、チャットコメントがたくさん出るのと、それに向けて、黙れと。いうね、読む読まない問題が勃発してしまって、全く僕の不徳の致すところです。すいません。まあ僕から言えるのは、ちょっと持ちつけってやつですね。はい、この世代ってそういうの言いますよね。持ちつけって落ち着いてくださいっていうね。僕あの言葉がすごい好きなのは、出だしから緩いじゃないですか。落ち着きな作業じゃなくて、ね、まあ持ちつけっていう。なので、それぐらいでね、何でしたっけ、あの絵のやつ。アスキーアートか。あれも相まって、非常に緩い空気を出してくれたのかなと思うので、まあ皆さん、落ち着いてみてください。スタッフをね、配置すればいいんですよ。それは分かってます。ただ、難しさがあって、何かというと、一つは、営利企業だったら、即断、即決でやってます。スタッフを置いて、よりこのチャット機能が使えるように。で、なぜかというと、収益機会につながるからなんですよね。当たり前じゃないですか。儲かるから頑張る。でも、行政のこの、まあ、サービスというか、ミートアップオンラインというのは、この接点を持つっていうところがもうすでに目的になってるので、スパチャは大変嬉しい、ありがたいんですけども、それで儲けようとは思ってないんですよ。副次的なと言いますか。それもあったらもちろんけども、そのためにやってるわけではないので、利益の最大化で人を置いてっていうのは考えてません。で、現実問題、人を送って大変なんですよ。今いる職員はすでにアサインされてる、仕事が割り振られてるわけで、追加でこういうのをやろうってなったら、誰かを置かないといけない。でも誰かを置くときに行政って、予算を組んで、それを決裁、議会の承認を経ないといけないっていう手続きがあるんですね。その意味で、ハードルが高いなと思って、申し訳ないんですけども、これは完全ソロ。今はうちの家ですけども、僕一人でこれからも続けていければなと思います。なので、そのあたりもですね、ちょっとご容赦いただきながらお付き合いしてもらえればなと思います。ちなみに、前回の配信で出だしから映像が乱れたと思うんですよ。画質が悪くなってた。あれ、単純にうちの回線の問題だと思います。おそらく。今日大丈夫ですか？今日大丈夫っぽい。はい。なので、普通の家で、なんていう、5G のワイヤレスのやつでね、撮って、一応そこからルーターっていうんですか、あれに LAN ケーブルでは繋いでるんですけども、元の限界があるかもしれないので、時に乱れます。で、音声は今日大丈夫かな？一応ね、ちゃんとしたマイクもここに置いてるんですよ。なんかそれっぽいいいやつを。おそらく内蔵されてるマイクよりかはいいんじゃないかなと思ってやってますが、もしなんか、あ、乱れてます？今乱れてんのか。そっか、なんだろうな。この時間帯の問題、そんなことはないか。なんか昔ね、みんながこう、使う時間帯って速度落ちたりってあったような気がする。うん、まあ、大まかに見てください。多めに見てください。はい。で、前回の振り返りでいけば、
僕やっぱり喋りながら進行するのに、うん、やっぱり慣れてないなっていうのが後で見返して思ったんですけども、一個が冷やの下りね、日本酒の説明するときに冷やの種類じゃないんですよ、冷酒の種類が3つあるってね、冷酒ですよ、冷やは常温なので常温より低い冷酒が3つあるっていう話。ちなみに熱燗ね、これ1個しかないなんてことはないんですよ、やっぱりね、皆さんのご期待通り。あれえアンミカさんも言ってたんでしたっけ、黒はさすがに1つですね、言ったら黒は300種類でしたっけ。そう、熱燗は確か6種類かな、うん、一番上がなんだっけな、なんだっけ、飛び切り、飛び切り燗とかじゃないか、誰かわかります、一番上なんか飛び切り燗みたいな、なんかめっちゃ緩いネーミングだなって思った覚えがあるんですけど、そうそうそう、なんかね、うん、ちょっとまあ後で調べておいてください。ネットのいいところですね。ちなみにネットの今日用語スラングをいくつか言ってみたりもしてるので、一番僕の好きなネットスラングをお伝えしておくと、全然いい言葉じゃないですけど、GGRKS。合ってますこれ。合ってます ?GGRKS。あ、そうです、それそれそれ。それそれ。ググれ、カスね。なんでこれが好きかっていうと、カスというね、普段言わない言葉。あえて言わなきゃ出てこない言葉でしょ、ね、あえて言ったキャラもいましたけど、うん、グレカスのカスじゃなくて僕が好きなのは、なんというかすごく深みがあるんですよ、ね、GGRKS っていうのがパンと出てくると。で、どういうシチュエーションで出てくるかっていうと、あれなんて言うんでしょう、すぐわかんなかったらにちゃんとかで、なんか教えて、何それで、みんなに聞くとだ時にそれが出てきて、いや自分で調べると、ググればすぐ出てくるからっていうので、こうたしなめるというか、ツッコミを入れるというか、使われるんですよね。でもそれ自体がネットに慣れてない人は分からんのですよ。中でそのなんだろうな、一周二周回るこうニヒルな感じとかやりとりが、うん、ネット文化の面白みかな、深みかなと勝手に気に入ってます。日常会話で使うことはまずないので、間違っても使わない、使うことしないですね、大丈夫ですか、はい。で、今日事前にね、予告をしてた通り30分ぐらいでね、切り上げようかなと思ってます。なんでかというと、これ大丈夫かな、ちょっとクマみたいになってるんですか。この疲れたアピール、俺疲れてるんだぜアピールを最初にやっていくのは、今日ですね、日中に仕事があって、何の仕事かっていうと、地元のサイクリングイベントに出たんですよ。で、50キロほど走ってチャリ漕いできたんですけど、50キロはロードバイク乗ってる人は分かると思うんですが、そんなに長い距離じゃないです。ただ今日ね、秋田方市、まあ、県北、結構寒かったんですよ。で、なんかその後帰ってきてからずっとなんか寒いみたいな、おかんがするって、風邪ひいてんのかなっていう、ちょっと弱気になってるのもあって、あのやっぱこれは予定通り30分で切り上げようかなっていう、ちょっと気持ち弱めになってます。というのと、あとは、すいません、また忙しぶるんですけど、単純にちょっと今立て込んでるんですよ。何かというと、明日午後からまた出張に出るんですね。で、昨日の昼、午後か、出張から帰ってきた。で、今日ここでチャリこいで、明日から出張なんですね。なので、いろいろと仕事やらないといけないのがあるんで、うん、ちょっとその仕事をね、やるのと、あとね、もし可能なら、この後、コールオブデューティーやらなきゃなって、うん、義務感を覚えてるんですよ。コールオブデューティー分かります？もうどんどん置いてきますよ。ね、モダンウォーフェア3が出たのかな？僕まだやってないですけど。うん、ちなみに僕のエイムはひどいですよ。コールオブデューティーの話ちょっとすると、うん、当たらないですね。レベルもね、まだ400いかないぐらいで、うん、まごまご、キルレ最悪な感じですけど、僕大体いつもウサギの着ぐるみみたいな着たキャラがいるじゃないですか。あれでプレイしてるんで、ね、ウサギ見たら撃たないでください。そいつは悪いウサギじゃないです。そいつはいいウサギです。敵でもいいウサギなんで、はい。そいつは守ってあげてください。ね、遠くからスナイパーライフルとかで撃たないでください。必死にやってますから、こっち。このビデオをやりたいってのは半分冗談ですよ。ちょっと仕事があるので、30分ぐらいで切り上げようかなと思ってます。30分で切り上げときながらいきなり余談をやってるんですけど、ちょっと余談ついにもう一個だけ。先日ですね、とある師匠からお土産もらったんですよ。仲良しの師匠から。味付け海苔。これわかります？味付け海苔。なんか、美味しいらしいです。確かに、ちょっと濃いのか。割合しっかり味がついて、あ、でも、香りもいいですね。なんか有名らしいです。徳島の。言っちゃった。徳島の味付け海苔で、大野海苔株式会社、徳島市東沖須っていうのかな。にある会社さんの海苔。なんか、
おやつにいいよってくれました。なので今日はちょっと海苔食べながらね、大事な話し方について意見交換できればなと思います。皆さんこれお持ちですか？テキストですけど。はい。ごめんなさいね、パリパリ言っちゃって。これでも中身は読んでくださいで終わりなんですよ。つか、買ってくださいですね。ただ買っても僕にはですけど、秋田方市には1円も入りません。はい。今回、ツイッター X にも書きましたけど、もっとちっちゃい、どっかちょろっと出るのかなと思ったら、このね、表紙に石丸って書いてあるじゃないですか。これ、僕本屋で見た時に、しまったというかやられたみたいな。そんなことだったんですかって、ちょっとね、不意を勝手に打たれた感じになりました。これ本屋で買うときめっちゃ気恥ずかしかったです。まあ気づいてはなかったと思うんですけど、ね、なんか自分でこれを買ってる僕みたいな。はい。そういう、あ、雑誌を買う気恥ずかしさのエピソード1個あるんですけど、今日尺がないんで、それまた今度に話しますね。今度撮っておき。このね、雑誌全部で でも実際記事がいろいろ載ってるのは100ページぐらいなんですけど、一番見るべき、刮目してね、読んどかないといけないのは3ページだと思う。ここに目次というか原稿録っていうんですかね。この中のエッセンスが要は抽出して書いてあるんですよ。ここを読むだけで、あ、なるほどね、うんうん、みたいな。結構得るものがあります。なので、まず本屋に行って3ページを見て、そしてレジに行ってください。レジに行ってください。見て終わりじゃない。で、この中のね、話も少し、あと15分ぐらいですね。これ、でも、また例によって、スパチャぶっ飛ばしてるんですけど、あ、1万円のスパチャありがとうございます。前原純子さん。あ、楽しみで仕事頑張ったよっていうふうに、ありがとうございます。今日仕事だったんですね。ね、土曜日仕事の方も結構いらっしゃいますよね。はい。とある PG の金賞、これ、インデックスで合ってます、読み方。とあるなんとかのインデックスですよね。はい。秋田方ミートアップオンライン。プライスです。ありがとうございます。回し元 みたいないいことをおっしゃいますね。ありがとうございます。はい。で、話を戻して。このね、僕のインタビューが記事になってて、その後にテキストページ21です。皆さん持ってる持ってる人開いてみてください。21ページ。ここが良かったんですよ。で、僕のインタビュー云々に対して、専門家のね、劇団四季の俳優だった方と、脳科学者の先生が、僕のコメントについてコメントをしてくださってるっていう、ここがすごいなって思いました。うん。一気に深みが増してるんですよ。なので、僕もこれ買って良かったなと思いました。あ、なるほど。こういう分析があるんだなっていうふうに思って、脳科学者の西先生の方は、僕のこの声の高い話について、さらに深掘りしてくださった。僕のね、こう、ちょっと甲高いというか、男性の中ではこう、響く。あんまりいい意味じゃなくて、響く声がね、個人的には好きじゃない。僕だってあれですね、五条悟みたいな声出したい。なん領域展開。中村なんとかさんじゃない？誰かわかります？五条悟の声。出てこない。わかんない。中村なんとかさんです。あ、いや今行き過ぎた。あ、ゆういちさん、そう。ゆういちさん。そう。中野ゆういちさんみたいなね、ああいう声に生まれたかったですね。ただ、ないものねだりはしてもしょうがないので、自分のできる範囲で、まあ、トレーニングっていうほどではないですけど、意識はするように、気をつけるようにはして。で、もう一個の、劇団四季の俳優だった方、佐藤さんという方なんですけども、この人が注目してくださってるのが、僕が喋るときに原稿じゃないっていう、原稿読んでないっていうところにフォーカスしてくださってますね。でも、確かにそうで、まあ、普通に喋ってたらあれか。でも、挨拶とかって、原稿を読む、方多いですよね。その実際スクリプトを読む、原稿を読むっていう人もいますし、なんなら暗記をしようとする方いらっしゃいます。暗記する方いるんじゃない。あれはね、あんまりおすすめしないですよ。まあ暗記できるんならやってみていいですけど、大変ですし、まあ閉じるよりかは読みたいっていう気持ちもわかるんですけども、読んだら例えば挨拶だとするなら、ちょっと効果が半減しちゃうんじゃないかなと思います。だってね、朗読会に皆さん来てるわけじゃなくて、ね、その人の気持ちを知りたいんですよね。喋ってる方は気持ちを届けなきゃいけないんですよ。その時に原稿を読んでたら、ちょっともったいないんじゃないかなっていう。で、一言一句原稿を覚えるのは、なんでおすすめしないかというと、間違えるリスクが自然発生するからなんですよ。だって正解があるから、ね、原稿から外れたら、あ、今間違えたってなるじゃないですか。で、
今間違えたって自分で気づいたら結構パニックになります。なので、僕割となるんですよ。なので、ざっくり言うことは決めておきながら、それを、なんだろうな、要素として自分の中で構築しておく。これぐらいの準備の方がいいんじゃないかなと思います。なんかね、そんな解説がここにも書いてあったので、多分僕のやり方で割合うまくいくんじゃないかなとは思う。でも、挨拶。あ、そうだ。挨拶じゃないですけど、僕が成人式、成人の日、今だと二十歳の集いかな、うちは。で、20歳に向けてプレゼンをしたと、あれなんだ、スピーチか。スピーチをした動画が載ってるんですよ。秋田方氏の公式チャンネルにもありますし、なんなら切り抜きまとめ動画もいっぱい出てるんですけども、あれが、まさにそうですよ。原稿は読んでないですし、原稿を作ってもないです。ただやったのは、自分の、ちょっと待って、なんだ、パソコンの電源が落ちそうだという。今日差してなかったです。はい、OK、大丈夫。プレゼンのパワポだけ作ってるんですよ。10分間喋る分のね。で、それをポチポチ押しながら、まぁ、ちょっと横目で見ながら、で、自分が喋ってるっていうのが確か10分ですね。あれは一発撮りです。一発撮りで枠10分だって言われて、そうなるように事前に準備をして臨んでます。なので、ちょっと一発撮りだったんで、硬いんですよ。今のこの雰囲気からすると結構僕も緊張してて、頭フル回転させてるんで、硬いんですが、まあ、それなりに誰かにメッセージを届けるスピーチにはなったのかなというふうに思います。はい、まあ、ちょっと見てみてください。命大事にってやつ、命大事。ドラクエ4の作戦ですよ。あれをネタというか、あれをテーマに話をしたのが10分ぐらい動画になってます。スパチャ拾ってたらトークできないよね。ちょっとご理解をくださってありがとうございます。もう、スパチャの方は諦め気味。杉山、これなんて読んだろうな。あつしさんかな、違うかな、これなんでだよ、たかしか、あ、自信がない、わかんない。常駐の東京販売をお願いします。売ってるんじゃないかな、今常駐。ちなみに常駐は上下の上ですね、三図に争う上下の上に小中の中ですね。あの販売を直来という会社、ベンチャーのスタートアップの酒屋さんなのかな、酒蔵さん、そこが作った新しいハードリカー、日本酒ベースのハードリカー、それをね、今頑張って売られてて、そこに秋田方市最後の酒蔵が日本酒を卸してる、そういう縁で応援をさせてもらってます。はい、ちょっとスパチャ言ってたら今日のプレジデントのテキスト進まないから、テキスト進みますね。あとね、でもあと5分でも大丈夫です。あと5分でね、今日話したかったところを伝えます。で、僕のインタビューはいいんですよ、それぐらいで。あと、その後ろの方に48ページ、いただきました、48ページ。ここにね、鳥谷あさよ先生という方がですね、上がり症の直し方っていうのを書いてくださってるんですよ。ね、人前で上がる。それが4ページぐらいなんですけども、これは一遍読んでみた方がいいと思います。上がり症だっていう方は。僕自身、人前はすごい緊張するタイプだったって前ね、前じゃない、この中で言ったのか、話をして、してたんですけど、本当にそれはトレーニングで、かなりの程度治せると思う症状です。なので、これね、読んでみたらいいんじゃないかな。人前で上がっちゃうっていうね、緊張する、もう心臓バクバクする、もう手めっちゃ汗かいちゃうとかっていう、足震えちゃうっていう人、こういいだ、いいと思います。で、あともう一個ぐらいいけるかな。続いてね、52ページです。今度は田中さん。この方は、なんか今会社をされてるんですね。はい。で、この方が、されてるのが、説明がどうやったら上手になるのかっていう話ですよ。うん、これね、おっしゃる通り、そうだな。僕もこの中で言ってた、一番表に書いてあるね。結論。で、その後に根拠。最初にどうだって言って、なぜならばっていう。僕の議会での一般質問、大体そのパターンになって。で、なってない時には、どうしてるかって言ったら、質問聞いて、ではまず、ね、認識を、共有したいと思いますとか、ね、そこを整理したいと思います。何をやるか最初に伝えるんですよ。で、その後、自分で司会進行して、では、答弁に移っていきますとかっていう。これね、結構大事ですよ。聞いてる方は何を話すかわからないじゃないですか、当たり前に。なので、先に何をしようとしてるのか、何がしたいのか、今から何が始まるのかを伝えてあげる。これ結構大事だと思います。歯医者さん言ったら、ね、今から歯削りますとかね、チクッとすると思いますとかって言われるじゃないですか。あれですよ、あれ。いや、結局、チクッとするんですよ。でも、言われたら、ちょっとね、まだ不安が
和らぐじゃないですか。いきなりチクッとしたらそれが怖いですし、またいきなり来るかもしれないっていう恐怖に支配されますよね。なので最初に予備動作というか情報を与えてあげるのがいいんじゃないかな。なんだっけな、今その話何かだった、あ、これ知ってます。幸福は幸福を待つ時間の中にこそある。で、なので恐怖もそれを待つ時間の中にこそあるって、このセリフ分かります？これ分かった人すごいな。出てこないか、さすがに。幸福はそれを待つ時間の中にある。ちょっとチャットのあれが多すぎて出てこないな。分からんか。あ、すごい、バキバキです。バキ、確かガイアかな。すごいですね。なんかこれだけメンバーがいるとバキも拾ってくださるんですね。ありがとうございます。なので事前に何をするかっていうのは教えてあげた方がいいです。でも基本的には相手から聞かれているものを返す、これがコミュニケーション、質問と答弁、応答の基本だとは思います。じゃあもう最後は最後、あっという間にもう締めくくりのような形になっていくんですけど、質問に答える時のコツというか鉄則なんですけど、皆さん知ってる、分かってるはずですが、意外にできてない人多いですよ。聞かれたことに答える、できてます。これがね、うん、僕は今の仕事になって職員と話をしててなかなかうまく返ってこないなってのが最初特にあったんですよ、うん、なんかこれどうなんですかって聞いた時に、うん、例えばこれってもうやりましたって聞いたら、なんか怒られてるのか、怒られるんじゃないかと思って言い訳が始まるんですよ。でも僕は単純にもうやったかどうかを知りたいだけなんですよね。なのでイエスかノーかで答えてほしいのに、いやそれはですね、こうこうこういう事情があってとか関係がないことを話してしまうっていうのが意外にあるので、相手が何を聞いてるのか、トーイックの問題ってそうじゃないですか。リスニングでね、なんだっけ、イエスかノーかで答えられる疑問文なのか、5W1H なのかを最初集中して聞くじゃないですか。あれですよ、日本語でも全く一緒だと思います。日本語だと意識しなくても言葉の全部が理解できちゃうので、かえって意識散漫になってると思う。相手が何を聞いてるのか、イエスかノーかなのか、いつ、誰が、何を、どうなのか、これをしっかり聞く、理解するのはやった方がいいかなと。で、その際に、これじゃあもう最後だけ、とは言いながらですよ、例外というか当たり前ですけど、例えばこの近くにポストはありますかって聞かれて、ね、はい、あります。とか、いいえ、ありません。で、終わっちゃダメなの分かりますよね。それは相手が本当に聞きたいのは、ポストの存在ではなくて、ポストの場所を聞きたいんです。でもそれは日本人だったら、日本語だったらわかるじゃないですか、うん。英語だったらダイレクトに教えてくださいって言うかもしれないですね。ポストがどこにあるかを知りたいとか、どこにあるかを教えてくれみたいな。could you tell me なのかな。なので、でも日本語ってそういう聞き方もするので、それは察してあげてください。はい。ね、ググっても出てこない答えかもしれないんですけども、日本人、日本語だったらそのあたりが理解できるんじゃないかなと思います。はい。というわけで、30分。すいません、なんかね、緊急企画でお付き合いいただいてしまってありがとうございます。 でまた見事に、本当に今日はチャットほぼ見ずに来てるので、またちょっとオルナミンCさん結構常連の方ですよね。ハイヤさんちょっと5万円とか、ちょっとちょっとなんかと僕の見間違いじゃなかったら5万円が2連投されてるんですけども、ちょっと持ち着いた方がいいんですよ。はい、でも本当ありがとうございます。ね、このスパチャのまた回収は次回ちょっと僕の元気が少し戻ってきたあたりでできればなと思います。今の予定だと次の、2週間後の日曜日この時間帯にできたらいいかなと思ってますので、またちょっと皆さんスケジュールをチェックしてみてください。はい、では30分待ってしまいました。あっという間なんですけども、このあたりでお開きとさせていただきたいと思います。明日からまた仕事とか学校とか、いろいろその他もろもろあるかと思いますが、また頑張っていきましょう。今日もありがとうございました。それではおやすみなさい。終了します。